はい、タスクゴルフをご覧の皆様、こんにちは、マスです。YouTube の更新がですね、遅れておりまして申し訳ありません。実はですね、おそらく何人かの方に気づいていただいていると思いますけど、こちらの器具、3D スイングマスターというですね、練習器具をリリースするのにすごい大変で、時間がかかってしまいまして、でそのタイミングでですね、YouTube のですね、動画のストックが切れてしまうという低たらくという状況であります。で結局リリースはできました。ただですね、限定的にですね、初期ロットを数を抑えたもんですから、実はあまりないんですよ。なのであまり告知はできなかったもんですから、 LINE 公式アカウントに登録していただいた方にのみ告知をしておりまして、でその方も結構買っていただきましてですね、どんどん今在庫がなくなっておりますということで、ただ一方でですね、 SNS がですね、結構皆さんありがたいんですけれども、この 3D スイングマスターのですね、使った感想とかですね、まあプロの方もアマチュアの方も皆さん載せていただいているので、実はですね、タスクは何やってんだと、 YouTube でも正式な告知がないまま来ておりまして、今日はあたふたとこうやって動画を、撮っております。この 3D スイングマスター、実は正式名称はですね、 3D スイングメンターといいまして、日米でですね、商標登録をされております。科学的根拠のあるですね、練習器具ということで、開発されました。一応初期ロットはですね、限定的にですね、非常に少ないんですよ。と言いますのは、その初期ロットをリリースをして皆さんの意見を聞いて、でそれを反映させた形でですね、改善してと思ったんですけれども、基本的にはですね、皆さんの意見をお聞きしておりますけれども、あまり改善ポイントは実はありません。なのでほとんどこの形で 3D スイングメンターという初期ロットが出てきますけれども、若干アタッチメントがですね、新しいモデルがつくと思いますが、それはですね、そのアタッチメント部分をですね、後ほどまたリリースさせていただきますので、今このスイングマスターを使っていただく方もですね、そのままお使いになっていただけますので、ご安心ください。この練習器具の基本コンセプトは、この重心ですね、ゴルフクラブの重心を可視化して、そしてこのゴルフクラブのですね、挙動をそのままを実現する器具を作りました。でその上でこの重心の起こすですね、この偏重心特性だけを、30% 弱ぐらいですね、拡大しておりますので、ゴルフクラブのですね、この重心をですね、きちんと管理して、スイングしないと、基本的に破綻してしまってですね、スイングができないという結果が出てくるという練習器具になっております。基本設計はですね、ジェイコブ 3D のグリップに与えるキネティックスエネルギーのデータと、クラブの構造ですね、これでもってですね、私の方でですね、設計をし、そしてトラディショナルスポーツの太田代表の方で精緻な構造計算を助けていただいた上でですね、工場を探していただいて、これかなり精緻な、例えばこちらの曲がりとかですね、寸分違うとですね、きちんと挙動しなくなりますので、この曲がりの R の書き方とか、この中にあるですね、重りの配置とかですね、これを精緻にですね、実践しないと、ゴルフクラブの挙動というのは与えられないんですね。なのでそれを実現する工場をですね、見つけていただいて、製造に至ったということです。非常に科学的根拠とですね、が詰まったですね、練習器具なので、ぜひ皆さんご検討ください。よろしくお願いします。どんな感じですか？いいよね。本当です。これはぜひアートサイドからダンスイング入ってしまう人におすすめ、はい、あ、なるほどなるほど。サイド軌道をスイングみたいなができるっていう素晴らしい練習器具ですね。ああ、ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。これやっぱり重心とか感じていただけることできますか？そうです。ヘッドの居所なり、クラブの居所なりをしっかりこう消せずに、テイクバック入って始動から切り返しまで常に軸をヘッド、要はヘッドを感じられる状態で触れるので、はい、クラブのヘッドのタイミングを取りながらのスイングの練習ができる。なるほど。これフォローサイドの感覚どんな感じですか？ね、フォローは結局自分が作るんではなく、この重心に振られてフォローが取れるっていうことが絶対わかると思います。自分で作るものではなく、振られたところにフォローがあるっていうのがしっかりわかる。なるほど、ありがとうございますどうですか？
重心感じる感じ、はい、勝手に振られてる感じで、あ、何も意識しなくてもいいところにフォローが来る。なるほどなるほど、あ、そういう感じですね。何も意識しなくてもいいところにフォローする、はい、あ、でもそれが要するに正しいフォローだもんね。はい、そういうことですよね、はい、それじゃちょっと何回か振ってもらって、はい、それでじゃあこれをすごいいいです、美味しいです、そうでしょ、はい、ありがとうございます。私が売ってあげるから店長さんから販売店から、あ、でミッシェ、そうそう、アプローチ、はい、もし低く出すイメージにしよう。いや、良くない。すごくいいですね。しかも、もうちょっとしっかり。いいよね。あの、ハンドファーストで、いや、なんとそれよりも立てて、意識も高い。そうだよね。うん、そうそうそう。そう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 。手でこう、ハンドファーストしっかりつけて、そうそうそう。ハンドファーストでしっかりそうそう。そう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 。そしたらだってドライバーとかいい球とか似てくるじゃん。いいよ。内緒です。すごくいいです。ありがとうございます。いや。So, what I can feel is right around like P7.5, just before P8.I can just feel that this thing wants to kind of go this way. Mm-hmm. So it really allows me to kind of supermit my wrist. Mm-hmm. Alright, let's try this. I'm expecting 350 test. Cameron Champ thinks he hits it pretty far. Yeah. Cameron, I'm calling you out. Yeah. This is Pastures. Okay. Ooh. All the fence. Fence 越えたじゃんか。こちらの練習器具、3D スイングマスター。こちらですね、あの、ホームページが実はタスクゴルフというですね、ホームページがありますので、そちらの方から、内容を見ていただければと思います。若干ですね、使用する際のですね、注意点などもありますので、そちらもよく見ていただいて、正しく使っていただければ、クラブの正しい、ちょっと、これをですね、ていただくことができると思います。これ、振り切ることもできますので、もう初心者の方から、上級者の方まで、まあ、場合によってプロの方までですね、スイングにどこに問題があるかということはですね、実際は、分かってくると思いますので、ぜひ、お使いになっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、太田さんがですね、この練習機の、工場を見つけていただいたりとかですね、設計の手伝いをしていただきまして、で、ちょうど今日は、遊びに来たんで、この練習機のですね、特徴をちょっと太田さんに喋っていただこうと思います。よろしくお願いします。これはね、ちょっとね、設計図見せていただいたときに、ちょっと嫉妬しました。よくできてんな、みたいな。なぜかっていうと、まあ変な話、クラブの動きを、見える化してるというのかな、ここにあるのが見えない重心を表してるんだけども、これ見えちゃってんだよね。こういうふうにやると分かりやすいかも。こういう状態、クラブの重心っていうのは見えないんですけど、ここと重心振動の位置の直線を結んだ空中にあるんですね、うん、そこにこの物体を作るっていう発想はすごいなっていうのを思いました。で、設計図見た時に私がすごい感じたのは、1、中に2、3、3つのウエイトがあります。いや、正直言ってめんどくさいなと、これ作るのは至難の業だと思ってたんですよ。1箇所、2箇所違う形で曲がってるんですよ。こういう1箇所だったら何とかなるんだけど、2箇所を正確に曲げるっていうのはすごい難しかったので、うん、ちょっとお時間いただいちゃったんですけどね。まあ、できたなっていう感じがします。で、この練習機の特徴としては、クラブそのままです。
クラブの向きを大きくちょっと 20%30% 大きくして動かすことによって正確なクラブの動きをこれで把握できるか確かに思います。で重さも 630g かなって言って体に筋肉には負担かかるんだけども骨格に負担かかんないウェイトにもなっているっていうのはやっぱり科学的だなというふうに思いました。それとやっぱり振っててですね思ったのがこの 20% 動かすことによって筋肉に記憶させるっていう機能は本当高いなという気がしました。それとこの形これは正直言って重心振動ですよね、はい、をこの普通だったら丸く作っちゃったりするんだけどもこの楕円にしてるのはその重心振動のクラブも、同じことをこれでやってるっていうので、うん、本当に何だろうちょっと大きく動く、クラブの、練習機だな。それによって体に染み込ませるのもっていうことがすごくできてるのでリアルだなって感じましたね、うん、だからこの練習機はリアルにその振ってるとクラブの動きを感じてそれを使うことができるような練習機になってると思います。ありがとうございます。もう本当にあの工場とかね探していただくのも大変だったですけどもう本当にありがとうございます。そしてやめようかすいません本当に大変でした。いや本当にありがとうございます。だから結局この2箇所同時に曲げなきゃいけないっていうのは、うん、本当至難の技なんですよ、うんうん、あの1箇所をね曲げるんだったらローに離してこういうふうにやればいいんですけどこれは同時に圧力かけてこうやって曲げてます。だから上と下の形があって同時にこうやって進行でぶってやらなきゃいけないんで、うんうん、そういう機械を持ってるとこほとんどゴルフ屋さんではなくて、うんもうそういう、そんな全く知らずに、こういう形に、ね、大変でしたよね。ありがとうございます。いやいや、でもよく考えられたなと思いました。ありがとうございます。これはフルショットできるっていうことも、また一つの要素だった、ねうん。あ、そうですね。それは考えましたね。はい。で、その部分で言うと、いわゆる本当にゴルフの動き、クラブの動きを、この一本で表現を本当にしてあるとは思いました。うんうん設計されたたくさんの意図が本当に感じられたいい練習だと思います。本当にありがとうございます。一応変重心特性 120% にそうですね、そのぐらいもかかってますね。してるので、まあ、多分重心管理ができていないようなテイクバックとかするとすぐに分かりますよね。はい、ただしこの練習機に大事なのはこの3本、うんうんうん、ここで握ってあとはホールドするぐらいの感じで柔らかく握るということがすごく大事だと思います、ねはい、そうしないと正直言ってこう握ってしまったら意味がないので、ねうん、やっぱりその変重心を感じるクラブの変重心と動きを感じるのこの3本をしっかり握って、うん、あとは柔らかく握る、うん、でテイクバックの動きをこの動きは自然にできるようになる、うん、これグッと握ってしまったらこうなってしまいますから、うん、この3本の、握りがすごく大事だというふうに思いますね、はいまあ、すげえよくできたんだこれ以上のものを作りたいなとは思うんですけど今のところ発想は出てこないんで頑張りますありがとうございます。